どうも、ジヌキの声です。直近から145日目、これはくるみちゃんです。カビが生えてたのを覚えてますか？あれを昨日洗い落としました。それで乾かしているところです。それで今日は話題が変わりまして、なんでミルシイタケを作ったかを話します。で、結論から言うと、この原木シイタケ栽培の体験を誰でも気軽に味わえるようにしたかったからです。で、他にも短いと軽いとかありますが、メインはこの栽培の体験を売ることです。で、例えば焼肉やバーベキューっていうありますよね。あれお金払ってるのに自分で焼いてますよね。あれとよく似た形で、本来は私たちが生産して取った椎茸を皆さんが買うのが普通じゃないですか。で、それのバーベキュー版、つまりは原木椎茸栽培をお金を払って体験できるという仕組みを作ってみたかったというのが、ミル椎茸の誕生秘話です。昨日トリュフ茸が追加されました。椎茸キャラ図鑑は現在10キャラ、各キャラの説明は SNS に載せているので、下の説明欄から見てみてください。はい、今日は以上です。浸水日まで64日、ミル椎茸のビデオログを毎日更新してます。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。